はい、皆さんこんばんは。安田真由美です。えっ、ー、と今日はですね、えー、個人と共同体っていう問題についてお話ししようと思います。で、これはですねえー。まあ、例えばね。あの国会とかそういうところでもですね。よく保守派保守派か保守派保守派って言うんだけど、保守派とされる政治家の方々とかがですね。 行き過ぎた個人主義の風潮がうんたらかんたらとか言ってですね、えー、振り回すケースが多いですねで大体そういう場合に、えー、対立概念として出てくるのは共同体コミュニ共同体っていう言葉が古臭いと感じる方はコミュニティって言い換えますで,、えー、で共同体っていうと保守派な感じがしてですねコミュニティっていうとリベラルな感じがするんですよね。<laughs> ですげえ変ですけど。 で共同体っていう概念はですね、えーまあ、コミュニティあの個人と対立する概念として必ず出てくるんですよね。ででもですねあの、まあ、だから結局この共同体がいいのかここ個人がいいのか個人主義が行き過ぎるとよくないのでその共同体とバランスを取りましょうとかですね。ででもその、えー、といわゆるですね資資本本主主義義ととかかキャピタリズム 社会のですね、不平等とかを批判する側の方もですねその、まあ、個人主義の行き過ぎ自由主義とか個人主義が、えー、格差を生んでいるのでコミュニティによるあるいはその、まあ、政府とかによる、えー、その調整が必要であるっていう、まあ、そういう対立概念でですね捉えてるケースは多いんじゃないかなっていうふうに思ってで でど,こがじゃどこが一番いいんですかと行き過ぎた個人主義はまあいえばこの辺にあって行き過ぎた共同体主義全体主義みたいなやつがあってどっかいいバランスがあるみたいなそういうことかみたいな感じでですねえー、前々からでずっとずっと前から30年か40年ぐらい前からですね な,なんかこれずっと変だなって思っていましていろいろ考えたわけですよ。でその考えたことの、えー、重要な結果の一つがそのどこ行った経済学いや生きるための「えー、複雑さを生きる」の中のです、ね、最後のコミュニティに関する章があります。でこの本のですね「複雑さを生きるの」の第5章「やわらかな市,市場」これ「市場」と読んでほしくないっていう「やわらかな市場」。 それはあの市場か市場かっていうのはですね経済区の船出の方の議論ですけれどもこの段階ではどっちでもいいかなと思ってたんですが多分これ「市場」で読んだ方がいいですね。でこのですねそのこの手のですねお話「個人主義と共同体を対立させる」っていう枠組みねでこれはですね例えばの靖国神社も採用してるんですよね。 これ靖国神社様のですね、えー、ホームページの、えー、一番最初のとこに出てんじゃないかな、えー、こんなふうに書いてあります靖国神社と日本人我が国には今も死者の御霊を神として祭り宗教の対象とする文化伝統が残されています日本人は昔から死者の御霊はこの国土に永遠にとどまり子孫を見守ってくれると信じてきました今も日本の家庭で先祖の御霊が 家家庭の守り神家庭のの守守りり神神なんでカッコついてるんでしょうねとして大切にされているのはこうした伝統的な考えが神道の信仰とともに日本人に受け継がれているからです。そして同様に日本人は家庭という共同体に限らず地域社会や国家という共同体にとって大切な働きをした死者の御霊を地域社会や神のあ国家の守り神・カッコ なんで言うんだろう心霊過去閉じると考え大切にしてきました靖国神社全国にある五国神社こうした日本固有の文化実例の一つということができるでしょうと書いてありますがこれはですね明確に事実に反しています日本にはそういう伝統ないですねあの日本の神社で祀っているのです、ね、あれは怨霊になりたくなってほしい日本の神社は怨霊にならないように守って例えばですね国家に対して重要な働きをした 藤原の鎌といいう人がいましたがその方のですね御霊を祀ってですね、えー、その大切にするっていうそういうことではなくてですね日本ではそういう重要な働きをした人は子孫を優遇すするんですねだから藤原氏っていうやつがですね、えー、今も現代に至るまで日本社会では非常に重要なですね地位を占めてますね。 でえーまあ、戦争を追っ始める直前の大臣のあのこの近この衛どっちだ <laughs> 海丸だったかな <laughs> この,この絵海丸ですね近衛英丸って音楽家とちょっと何か混同しちゃうんですけどすね藤原氏でバリバリ吹いて藤原氏ですね。でえっ、ー、とでそのまあそういうわけでですね例えば岸信介という国家に対して重要な働きを。 した方の子孫はです、ね、安倍晋三さんとしてですね総理大臣になったりしておられますね。で、えーまあ、そういうわけでですねその基本的には日本の伝統はですね、えー、重要な働きをした人は子孫が優遇されるべきであるという、まあ、そういう考えがだから、えー、世襲議員が今も日本を支配しているわけですけれどもで祭、えー、るのはですね 菅原の道とか、えー、そういう感じでその恨みを抱いて怨霊になっちゃったら困るから、えー、お祭りするって神社にお祭りするっていうのが基本パターンです。できるんでですよねで、えーまあ、例えばですねあのさくら宗五郎っていう偽民 これ本当にいたかどうかとか何したのかちょっとよく分かってないんですけどまあいたんだろうみたいな感じですが桜総五郎伝説っていうのがですね江戸時代に形成されてでそれでその、まあ、たたられたのは桜総五郎なんか土民、えー、の苦悩をですね将軍に訴えて処刑されたせ伝説ですけどもでそれでその堀田家というのがですねたたられて大変なことになったというので。 え0 0年ぐらい経ってね、なんかあの、それが公認されましてですね、扶養殿というのが与えられたりして、それでその祀られているんですね。で、これもですね、その桜相五郎が共同体に対して重要な貢献を果たして処刑されたから祀られているのではなくて、讃えられないように祀られているわけですよね。だから結構近世に入っても、そういうその恩寵に対する 公式行事っていうのは、えー、室町時代ぐらいまでかなはあ、の国家的に行われたんですけど江戸時代になるとですね国家的にはやらなくなったんですよね。だけど民間ではですねやっぱりかなりしっかり行われていて、まあ、それが日本の伝統ですよね。だから、えー、とその戦争で非業の死を遂げた、えー、方々がですね怨霊、えー、として出てこないように祭るのであれば。 これはですね、えー、日本の伝統にのっとってるっていうふうに堂々言っていいと思うんですけど、えー、でその日本はですねそれがその,そ,の,そ,のそこにですね靖国神社にですね日本人は家庭という共同体に限らず、えー、地域社会や国家という共同体にとあってですその共同体地域社会国家こ極めてですね現代的近代的な概念ですね。 えー、地域社会とか国家とか共同体という概念はですね日本語の伝統にはないですねそれはまさに全部ですねうんあの英語からの翻訳ですね翻訳概念ですね、まあ、国家ってのはあるんですよそれは例えば大名の、えー、と国と家っていう国家上杉鷹山とかがですねで米沢藩主のね上杉鷹山が全、えー、藩主の実施ですね のを譲ったんですねそれは彼は養子だったからなんですけどでそれでその,、えー、その伝国の字とその国を、ね、譲るにあたっての,その自分の後継者へのです、ね、伝言があってそれはですね、えー「国家は戦争より子孫へと伝え候を国家にして私我私すべき者にはこれなく候と。 だからこれ国家って言ってるのはこれあの米沢藩のことなんですよね。で人民は、えー、国家に属したる人民にして我私すべきものにはこれなく候ろうと。だから米沢藩に人民が属しているのであって、えー、その藩主の者じゃないんだから、えー、人民を私してはありない国家も私してはならないと。国家人民のために建てたる君にして君のために建てたる国家人民にはこれなく候ろうというふうにまあ言ったという。 ですよね、まあそういうところで国家っていう概念、ね、ちゃんとあるんですけどでもそのそ,そういう国家じゃないですねこれはねえ近代的日本の国家国民国家としてのです、ね、ステイトとしての翻訳後の国家ですよね、まあこれ。このホームページからのでも、ね、靖国時代がいかにですね近代的な装置であるかそれはまあ当然ですよねえ徴兵制に基づく、えー、軍隊なんていうのはですね明治以前にはなかったわけで。 まさに明治維新のまあ一番重要な変革ポイントが、えー、その個人ベースで、ねえー、つまり家から何人出せということではなく男一人で男一人出せというのが徴兵制の概念ですよね。でその徴兵制によって徴兵によってですね家制度がないがしろにされるわけです。家から何人っていうその兵役のですね 徴兵というか兵軍事力を出す基本単位が家からですね奪い取られて個人に課せられるっていうのはこれがその明治維新の最大のポイントですのでだから反家主義の維新がいつこれが明治維新というものの最大のポイントですよね。でその日本軍の兵士で戦争で戦死した人ね。 を祀るのが靖国神社の仕事ですからそれはですね。極めて近代的な装置であることは間違いないわけですね。それをその伝統とはま基本的に関係なくて、そもそもですね。東京商工社ってのを作った時はできたら神道と切り離してですね。別にやろうかと思ったんだけども、さすがにそれは無理だってことになってえ、新党を動員するっていう形でですねえ。明治の。 明治が出来上っっていってい、ね、国家宗教みたいな人になっていくっていう、まあ、その中核に靖国に神社があるわけですけれども、まあ、非常に近代的な装置なので、えー、当然ですけれども、えー、その概念にはですね根底にはその非常に近代的なね共同体とか国家とか、えー、地域社会っていう概念があるわけです。でそれに対立するのはですね今ふと,ふときついたんですがこの文章ちょっと面白いですね。えー、日本人は 家庭という共同体に限らず地域社会や国家という共同体にとって大切な働きをした死者ですよ大切な働きをした死者って大切な働きをした人じゃないの <laughs> 大切な働き大切な働きをして亡くなった人なんじゃないかな人死者は働かないもんね ちょっと微妙ですすねねこの日本語、ね、面白いで,す、ねでえー、まあそういうわけでですねその共同体概念っていうのはですね靖国神社から、えー、その共産主義者まで広く受け入れられているですね概念なわけですが、えー、日本語じゃないですねコミュニティという英語語の日本語訳ですでその日本語にはですねもともとそのコミュニティなんていうか共同体なんて概念ないですからえー のひくるめるめ概念多分明,日本明治維新以前のですね江戸時代の日本語までの中にですねその共同体に相当するようなものがなかったと思うんですよね概念としてね。でそれをその個人と対立させるっていう考え方がなかっただから個人っていう概念が出てきたんでそ,のそれに対してですね確固たる個人っていう概念が出てきたんでそれに対して対応させるために共同体っていう概念が生まれたわけでも非常に近代的な概念ですね。 で,えー、でそのでその個人主義っていうのを、えー、とこう立てるとその対立として共同体主義っていうのは出てくるという仕組みになってるわけです。で,で,そ,れでそれで個人主義か共同体どの,どのぐらいどの辺が一番いいんですかっていう話になってですね、えー、そのカ,カクテルみたいなね 一番いい味のカクテルはどれですかみたいな話になっちゃうんですけどそ,のそういうもんかという気がするわけですよ。で、まあ、そもそもねその人間っていうのを何者なんですかって考えたらその個人がまずあってね私がまずいてあなたがいてそしてその間にですね、えー、コミュニケーションが展開されると関係性ができるとかなってないんですよね。 えー、その人間というのはですね生まれてこの方ずっと人とこうやり取りする中で人格を形成してくるわけです。で私とかあなたとかいうその人格のようなものもですねこれはその関係性を取り結ぶ中で形成されていくものですからまず私がいてあなたがいて関係性ができるとかではないんですよね。 私という人格はです、ね、そこに取りまつわるさまざまな関係性の束としてあるわけで,で,そ,のでその関係性の束がつ、ね、ながっていってそれがその、うんまあ、社会のようものになっていくわけですけどでもその時にの個人をねそ,のそういう関係性から切り離して考えることもできないしもうそれ人間じゃないですよねその関係性一切から切り離された人間というのは身体としては人間ですけれども。 えー、その人,人間的人間性とかそういうもの,のからですね、えー、完全奪われてしまっているっていう状況だからこそですねその一人っきりにしてですね独房に閉じ込めたりするっていうことが非常に重い罰非常に恐ろしいことであるのはそのためですよねあらゆる関係性から切り離すっていうことは人間の人間らしさを奪ってしまうっていうことになるわけで,でその大切な関係性の中に人間というのがいるんだと。でその人間をですね 個人としてまず関係性ないところに想定し、そしてそれとはまた別にね関係性の相対としてのその共同体みたいなやつを立てるっていう考え方は結構これは奇妙な考え方ですね。だからえっ、ー、と当然その普遍的な概念ではないわけです。その個人っていうのが、えー、そのダイレクトに神とね結びついているような考え方があればですねそこに。 えー、それと対立するものとしてコミュニティを立てるっていうことも可能かもしれませんけれども、えー、そういう意味での個人っていうのはそのなかったわけですよね。その普遍的でではなかったわけです考え方ではなかったそれは非常に、えー、西洋的的近代的考え方として出て出きたわけですよねそれがそのまさに、えー、近代というのを生み出していきでそれがですね靖国神社も生み出してきたしいわゆる保守政治家も生み出してきたんでそれどこが保守なんですかって私は思うんですけど。 えー、まあだからまあ、えー、同じくいわゆるリユアリズムと同じぐらい保守主義と称するものを非常に近代的なもんですよね。そして近代国民国民家でその中のですね一番いいバランス探し,探したって駄目なんじゃないかって私はずっとまあ思ってるわけですね。 というのもですね、えー、国民国家っていうのがまあ出来上がってでそれはまあ19世紀とか特に半ば以降ですよね、えー、そして日本は非常に早い段階で国民国家になったわけですが、えー、それはそ,のそういうものになんか似たような社会構造をたまたま持ったんですね非常に面白いですね、えー、そのユーラシア大陸の西の端でできたシステムがですね一番端の日本には非常にフィットしたっていう仕組みになってるんですでそれはやっぱりその両端がね大きな大陸のこっちの両端が両方遅れてたからね この真ん中ら辺で、えー、と非常に新しい軍事システムが生まれたりなんかして社会システムができてそれがばーッと広がっていって一番通じなかったそれが遅れたのが西,西ヨーロッパと日本だったわけですけどそのそこがですね一番近代的にはですね有利だったわけですよで,、えー、でそれが今また逆転しつつありますねでその国民国家ってやつがですね一番最初に適応できたのがその日本、まあ、日本だけだったと言っても過言ではないかもしれませんでヨーロッパ以外ではね でその日本がですね、えー、近代化するプロセスで出来上がっていったのがもう、えー、学校だとかそれから、まあ、会社とかの組織ねそれからまあその役所そして靖国神社軍隊そういったものも議会もそうですねそう,いうそういう政治的な制度全部そういうものがですね、えー、近代化の中で生まれてきてでその全体が具合が悪くなっているわけです。 全体がねどこかが具合が悪いんじゃなくてやり方が悪いんじゃなくてそのシステム全体が合わないねっていうことになってきたわけです。な何で合わないのかっていうと非常に簡単ですねそれはえ。軍事です。なぜ国民国家がそんなに強かったのか広がっていったのかっていうの最大の理由はですねやっぱり軍,軍事力ですね。めちゃくちゃ強かったわけです国民国家ってやつは。でその小銃の時代にね。 えー、でその小銃が出現しそれをですねやる気満々のやつが100万人ぐらい集まって攻めてくるとですねもうどうしようもなかったわけですね。だからこそですねあらゆる国がそれに対抗するために国民国家を作っていこうとしたわけですしでそれがその世界の標準に第1次第二次世界大戦を通じて世界の標準になったわけですよね。そして今あるわけですが、えー、その150年ぐらい前と今ではですね えー、その軍事のあり方って全く変わっています特にまあその核兵器の出現によってね、えー、もうわけわかんない世界になっちゃいまして全員がそのはこれ人類初ですよねその理念としてはあったかもしれませんよ神の罰が下って世界が破壊されるそのノアの洪水みたいなのを人々は恐れてたかもしれないけどそのノアの洪水リアルにプチッとボタンを押されて実現できるようになっちゃったのはですね1950年以降ですよね。 でその中でその、えー、当然ですけどその軍事の在り方とも大きく変わりそれからさらにですねコンピューターが出現してですね人間社会の基礎であるそのコミュニケーションコミュニ人間社会っていうのは私はまあコミュニケーション人間を要素としているんじゃなくて人間と人間の間のコミュニケーションを要素として形成されているシステムだと考えてますが、まあ、そういうそのものがですね、えー 根底的に変わわったわけですよコンピューターの出現によってコミュニケーションの在り方とか戦争の在り方とか全部変わっちゃったわけですね。今のそのウクライナの状況とか見ても、えー、そのまあ、まあ鍵を握ってるのは、まあ、コンピューターと言っても過言ではないかもしれませんね。でそのコンピューターによる、えー、戦争暴力の行使っていうものがですね決定的な重要を持っている。でそれ以上にに、ね、ココンンピュューーータによるコミュニケーション がですね、コミュニケーショこのインターネットでこんな風にして私のお話を毎日聞いていただけるのもコンピューターあらばこそでありましてそして、えー、さらにですねついに AI というのが出てきて、えー、ニュースの中身までコンピューターが作っちゃう。でその最近ですねコンピューターが作ったデマニュースがあー株式市場にですね人体の影響を与えたりとかし始めましたね。 でコンテンツまでコンピューターが影響し始めてるわけですがとんででもない事態ですでこういう時にですねそのナポレオン戦争時代とかに出来上がった、えー、国民国家システムですね適用してるはずがないですね最初からね <laughs> だから、えー、なんかそのもうちょっとこれガタ来てます、ね、当然そうなるわけです。えー、だけど私たちのですね社会っていうのは だからその国民国家システムの上に乗っかっていることがいろんな問題の原因特に,特に少子化っていう人類社会を <laughs> 想像することもできない人口ピラミッドこんなになっちゃったらですねそんな持たないよねっていう状況が生まれた最大りやっぱりそのリアパリの形成ですよね、まあ、もうちょっとダイレクトに言い過ぎだとすると、えー、国民国家 システムの中で教育というものが非常に大きな価値を持ってその教育高い教育を受けないと、えー、もう人間じゃありませんよでも上級国民は決してなれませんよみたいなことになり教育を受けさせようと思うとですねとんでもないコストがかかるのでだから、えー、到底この子どもなんてたくさん産めませんっていうことになってですね、えー、しかも。 えー、そ,のその教育システムの中を子供もがとくぐり抜けるのが大変なんで,で自分がそういう何十何年も偉い目になってきた大人がですねもういいやもう,も,うも,うもう子供もとかかわいそうだしこっちも大変だしもういいですってなるのはですね、えー、全世界共通の出来事ですねで。それでその国民国家システムのです、ね、大前提である、えー、その国民がいなくなるっていう事態になりつつあるわけですから、まあ、いろんな意味でガタが来てるわけです。で それをです、ね、その国民国家システムを前提に作り出す中で出来上がった共同体概念対個人みたいなのを対立したままでですねなんとかするってやっぱり無理なんじゃねえかっていうのをまあ考えたわけですよ。でまあ立ち戻って考えたら、まあ、この本の中でですね詳しく言及してます言いようにしてるようにまずコミュニケーションというところでこれは話,話が。 のまコミュニケーションから話が始まって最後はやらかし市場に行ってるわけですけどこれやらかな市場っていうのはその共同体の話です共同体対市場っていう対立概念これだから共同何とか対何とかって共同体対市場俺はだから個人主義対市場個人じゃ個人主義対共同体とかまあ同じいろんなセットがあるんですけどまあその問題をですねトータルに議論するために書かれて書いたわけですが。 さっきも言いましたようにです、ね、コミュニケーションって場面を考えてみたら私がいてあなたがいてコミュニケーションがあるんじゃなくてそのそういう立ち現れるの,の連鎖として私,は私たちは人間として生まれ落ちた瞬間から親とか周りととのコミュニケーションをする中で人格が形成されていきその人格形成された人格とそ,のそれ以前のコミュニケーションの を通じて別のコミュニケーションを発展させていって関係性を広げていって大人になっていくわけなんでえそのあらかじめ私がいるってことはないんですよね我思う故に我ありとかそういうことではないわけですよで、その関係性の束として私たちはあり私はあり関係性の束としてあなたがありその関係性を作動させることによって私は再生産されていくっていうまあそういう依存関係になってますよね かコミュニケーションと私とは相互依存関係私を巡るコミュニケーションこそが私だと言っても過言ではないかもしれません。で,、えー、でそのそういうそのコミュニケーションの総体として社会があるわけですからそもそもですねその社会の在り方とかをその抽象化して実体化して、ね、共同体とか。 社会ととかで呼んでんしまうこと自体そしてそれに対する個人として切り離すこと自体がですね、まあ、非常にその近代的国民国家的所作なわけです。で,、えー、でそうではないように考えた場合ねその私って何私とその世界のあり方って何ってこう考えて、えー、そのこの私はですねここでその柔らかなというものを 中でそのつまりですねここで言っているのはその関係性交渉私たち私と誰かとなると交渉とかコミュニケーションとその相対として形成されているシステムがいろいろあるわけです。それをその、えー、クリフォード・ギアッツというアメリカのですね人類学者がモロッコのバーザールを調べてた報告があって非常に興味深いんですけども、まあ、優れた研究だと思いますが、えー、その。 そこにおいてはたるるバザーザルを投与すす機関とか何もないんですよねただ人々がそれぞれに自分の特に宗教的なんですけどもその自分のインターフェースを通じてそれぞれバーザールに関わりそのその関わりの中がで,ですねバーザールを再生さしているという構造が非常にそこはあらわいに出てるんですけどそれはその現象的なね私たちがそのマーケット市場と言んで市場とかいうふうに呼んでいるものの。 えー、現象的形態を見せてくれてるように思うんですでそので非常に面白いのがですねそのインターーネットっていうシステムはいバーザール的なな世界なんですよねでこのコミュニケーションは非常にダイレクトにつまり、えー、例えばですね、えー、インターネット出現する以前にこういう私が今今日,今日流してみなさっているこういう取り結び方を皆さんと間に形成しようと思ったら放送局を使うしかなかったんですで。まず放送局を作ると思ったらですね 日本国政府に申請を出して電波を割り当ててもらいそれで放送局を設立しでテレビ局を <laughs> 作ってでスタジオを作ってみたいなものそう大変大掛かりなことになる。まあ、だからこそですね圧倒的な力を持ってたわけですが今はですねこうやってダイレクトに「いいよ」っつってこう撮影してですねポイッてアップするとポイッて皆さんに見ていただけるようになってるわけですよね。でこの 関係性の取り結び方でその相体としてインターネット空間っていうのはあるわけですがこれはですね非常にバーサル的な人々がそれぞれに自分の自前の関わり方をするその関わりの総体として場が形成されていくっていうま,あそのまだ現代ではですね今まだ YouTube っていうその主企業がですね仕切っていますからえそのある種のですね このプラットフォームを外的に形成するっていうことがまだ起きてるんですけどえ次のウェブ3 0という時代になると間もなくです、ね、そういうプラットフォームはなくなくりますねでそういうい形でそのより広がり開かれて独自に形成されている人々のコミュニケーションそのものがその構造を作り出していくっていうふうに間もなくインターネットもですね、えー、そちらの方に、まあ、既にそうだと思いますけども以前のシステムに比べればねでもまさにそれはどんどん進んでいくわけです。でその果てには その国民国家と私たちが思っているものすらもですねその一部として相対化されざるを得なくなるわけですよねでその日が一体いつ来るのかそれはまだわからないですでそのものすごく強固なんでね国民国家というシステムは私、えー、まさにそまさしくたちの社会のですね一番基礎にある OS なわけですよねだからそう簡単にはでもでもそのそれでもですねそのシステムそのものが えー、その個人主義っていうようなものを共同体という,うに切り分けてっていうことがですねもうできなくなってきているそのことがですね、えー、いろんな問題を引き起こしてるんだしそれはですねその大から小まで戦争からですね個人の苦悩に至るまであらゆる場面で同じことが起きています。だ皆様一人一人ののですね抱えてる問題もその 共同体主義がいって個人主義が行き過ぎているから起きているそういうことじゃないわけよね。<laughs> あのシステムそのものがですね具合があるからそういう時に私が、まあ、例えばねこう例えばこの「協業信条信証」っていう本があります。これはあの親鸞っていう中世のお坊さんが書いた本ですね。でこれねそのすごいすごいすごい変なこと書いてあってえー、っとこの一番最初ですよね、えー、こんなふうに書いてあります。 ひそ、えー、かにおもん見れば南子の愚性は何度かをどする大戦無下の光明は無明の闇を破するえにちなりしかればすなわち情報を円熟して情立脱者世を逆押して逆外をこうぜしむ情合喜現れて 社会をして、安尿を選ばせしめたり。これすなわち、権下の陣等しく苦悩の群毛を制し、世王の日、まさしく逆暴なんて書いてあるの逆暴先代を恵まんとお,お,お,おぼす。ってなことが書いてあってですね。えー、何言ってか全然分かんないですね。私も何言ってか全然分かんない。分かんないですが、 えー、これ何言ってうかちょいうとですねこの台場だったっていうそのお坊さんインドの山奥で修行してですね台場だったの魂やどうしろ台場だったですね、えー、そのですね台場だったが、えー、そのなんかとんでもないことをしでかしてそのお母さんをその塔に閉じ込めてそのお母さんがですね、えー、なんかその、えー、ブッダにですね、えーその 講釈してもらうとうブッダがわあとか超能力みたいなものでやってきてですねそれでその解いたのが、えー、浄土の教えなんですよね。でその、えー、とそれでその,そ,れそ,のそうやって気、えー、が熟して、えー、その悪いことをする人が現れてその結果としてですね、えー、ブッダがですね教えを解かれたと。 そのケーキがでできたののもですねそ解そそかれた教えがですねこうなんかわいわいわいとこう世界を伝わってこの「愚徳釈信鸞」に伝わってきた「ありがたい」っていうふうにこう書いてあるわけですこの後のところにね。でそのでこれすごい面白いんですけど何が面白いかっていうとね信鸞っていうのはそ,のそうやってそのブッダが教えを開きですねそれが、えー、その そのなんかさまざまなですね縁、えっと、によって、えー、教えとして伝えられそしてそれがですね日本にやってきて自分に伝わったのでこれは全部全て一人親鸞がためであるっていうふうに考えてたんですね。で、えー、つまり世界のですねあらゆることは、えっと、自分一人のために全部起きてる自分が仏と出会うためだけに起きてるっていうラディカルな極めてラディカルな個人主義。 でえー、そうすることによってね世界の全てをその方便として受け止めるっていう、まあ、そういう考え方が生まれるんですねそれを私はの方便論的個人主義って呼んでますけど、えー、そのですねその世界そのものをその自分のため自分がですね何かと出会うために仏の教えと出会うために全てがセットされているのだというようなとんでもない個人主義的見解をですね信玄は,は述べてたんですけどもそのマジで信じてたと思うんですが。 でこれねなんかその、えっと、私はですねその個人主義と個人と共同体みたいな対立を乗り越えるね世界というものを私がその何かと出会うために仏と出会うために用意されているものとして受け止めでその例えばねその、えー、法然と出会うのも法然も仏の覇権なわけですけどその法然と出会う前にとんでもない前にいろいろそのえで偉い目に遭うわけです。その偉いいいににう中にはと、ね、とんんででももなく偉いこともいっぱいあるんですけど まそういういもものもですね全ては方便として受け止めるっていうそしてその生浴びた仏という言葉がですね自分の口から出てくるっていうことに、えー、救いを見るっていう、まあ、そういう発想なんですよね。で別にその救いを見るとこまでいかなくてもいいんですけど、えー、ある意味ねその個人主義と共同体とかっていうものを乗り越えていく対立をね対立関係としてどこがいいんですかみたいに乗り越えていくい中でですね 聖方親鸞が持っていたようなその如来というものをですね、えー、の計らいというものを信じて祖国でですね自分の身に起きるさまざまな出来事をですねこれは一体何を意味してるんだろうというふうに受け止めていくそういう態度っていうのが、えー、私はですね例えばそのこの対立をですね乗り対立そのものを乗り越えてね新しい地とか、えー、新しい 社会構造とか、ね、そういうものを生み出していくための第一歩になるんじゃないかっていうふうに考えて、えー、そ,のそれをですねその研究をしようかなって十何年か前に思ったんですけどそれをですね信州系のいろんなところに持ちかけたらですねみんな断られまして <laughs> ポシャってしまったので、えー、そこでがっかりしてやめてしまったんですけどいずれこれ再開したいなとずっと思いながらもです、ね、なかなか難しいんでね研究もね。 で,きているのでぜひ皆様もですね、えー、そういう観点からですねこの,、ま、たこの複雑さを生きるの中でね捉えているコミュニケーションとか人間とか社会とか共同体というものの関係性っていうのをですね、えー、一,一から立て直して動的な過程として考え直すっていうところから例えばもうこう診断なんかを読み直していく。 あるいはですね、えー、ある時創価,創価大学の先生がですねゼミで私の生きる技法だったかななんかを扱ってくださってそのゼミ生とね話してて「安富さんは親鸞親鸞」って言ってるけど、えー、言ってることもやってることも日蓮に近くねえかみたいなことを言ってたんだっていうことを言ってる感じです、ね、いやそんな怖い目には会いたくないですけどみたいな感じだったんですけどまあそれで日蓮とかもね全く違う観点から見直すっていうのはことからですね私は突破口が見つかるんじゃないかなというふうに思ってるわけです。 でえー、こちらがですねあのひとつき万冊のホームページで、えー、そのホームページぜひですねたまにはですねひとつき万冊のホームページもこうやってですねクリックしていただいて、えー、これ今私が写っておりますね、えー、これ本間隆さんとかそれから金一生さん佐藤明さん平田さん平田由紀さんなどがですね、えー、出ていてこの私のところをですねクリックしていただくと。 この私が馬に乗ってる写真が出てその下にですね、えー、著書とそれから、えー、とその手ご丁寧に Amazon とかで買うやつも出てるんですがその「複雑さを生きる」をクリックしていただくとですね、えー、これは今購入が可能であります。えー、3万5千という金額になってますけどもこれは、えーとさえー、10時間の動画がついています。さららに言うならば こうやって毎日毎日ですね私が自分の思想をですね皆様に伝えるっていうこういうプロジェクトを清水さんが流してくださってるもんですねまあこういう経費からそういう経費もここに入ってるわけですよねで、えー、とその、えー、でそれでこういう金額になってるわけですがえっ、ー、とこの本がですね岩波書店から出たんですけども売れなかった売れましたけどこの本としては売れたけども,もう絶版になっておりますなぜ絶版になったのかというと、えー、その さっき言ったようなえ共同体と個人みたいな対立概念、これそのものを問題にしてるんですよね。で、これ問題にするとですね、何言ってるか分かんなくなるんですよね。だからえ、だからちゃんとですね、辻子さん、それが大変なものでですね、これあの編集してくださった方がですね、ババさんっていうとても偉くなってるあですよラミ書店でこの方がですね、編集してくださって最後に O.B. を書いてたんですけど。 その伝統共同体などの伝統的概念をです、ね、再,あの再評価するとかいう,ような帯が書いてあっていやいやそういう話してないよねみたいな感じで、えー、編集してくださってる方にもそもそも通じてなかったっていう大変な大変なことになっております。 本しして出しただけで,はです、ね、通じなかったんですよ、ね、で、それでは何のために書いたかわからないのでそうするとそうきちんとした動画をつけるとかそれから日々こうやって流して説明するっていうことを込みにしないとこの本のです、ね、理解してることはできなかったわけです。 それを可能にしているのがこの一月満殺のシステムなわけですねそういうわけで、えー、例えばですねその増殺をかけているそうなんですがまもなく在庫がなくなるそうなので、うん、早めに申し込んでいただけると早めに、えー、受け取っていただきますそして今はですね、えー、単にこの十時間つけただけでは足らんということで一から1章一章1節一節順番にですね えー、例えば2ページを説明するのに1時間かけたりとかもしてるんですけどもそういう形で非常私が個人でですね1人できちんと説明した動画第2バージョンを撮っていますでこれもですね今お買い上げていただいた方に先行販売するということですので今のうちに注文していただければ私のですねそういう詳しい解説もお買い上げいただくことができるようになります。 そういうわけで、えー、ぜひですね私の、えー、研究の成果を皆様の生活に生かしていただければというふうに思いますよろしくお願いします